ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチプニプニシールコレクション、エンスカイで発売されているもの、こちらを買ってきました。こちら、シール2枚入り、20付き、プラス当たりが2枚なので、さらに2パック多くついています。さて、今回はどんなシールが出てきてくれるでしょうか？ちょっとわかるもの、わからないものあるので、わからないものは最後に調べて発表します。ということで、早速1パック目いきましょう。せーの、じゃん。はい。こちら、あ、シュラコマが出てきた。シュラコマは新しいやつ。そしてこれ前回も出てきましたね。シワクちゃんとオイランとフジミゴゼンですね。はい、2つ目いきます。2つ目は、何かな？お、これも新しい。プライドンと絶好調とネクラマテングと、これわかんない。ちょっとなんか性格きつそうな感じの4体みたいな感じですね。はい、三つ股の土と赤なめと疑心暗鬼が出てきました。3パック目は何でしょうか？はい、お、うさぴょんじばにゃんこまさん、ぷにぷにーって感じですね。はい、あとキラキラこまさんですね。これ前回も出てきましたね。はい、4パック目どうでしょうか？せーのでじゃん。はい、お、キュービですね。キュービ、これも前回ゲットしますね。と台風の目と、これ何なんだろう、これなんか前回微妙だったかも。カゲロウじゃないなって思ったのに調べそびれちゃったかも。と兄貴、これも後で調べまーす。はい、4パック目じゃない、5パック目ですね。5パック目いきます。5パック目は何かな、じゃん。お、これはカブトムソウとバクロバーと藤の山と座敷わらしんかな、とバクとトゲニャンワルニャン焼き餅ですね。6パック目いきます。せーの、じゃん。お、生ハゲとくしゃむしゃかな。そしてのぼせとんまん、カオベロス、ミトメンかな。はい、次いきます。はい、おイケメンケンと昆布さんとキュン太郎と一つ目小僧とメラメライオンかな。もうなんか似たようなキャラがいるからわけわかんなくなってきますね。はい、続いていきましょう。じゃん。はい、こういう風に一つ一つのキャラだけで来るとかなり安心ですね。カゲオロチと、こちらはゴリダルマと片のり親方とサトリちゃんと座敷わらしですね。はい、今度は何かな。はい、電人、お電人、発電神と、はい、これこの前も出たクワノブシ、クワガ大将、大クワノカミですね。はい、そして思い出しました、こちらこれですね。これカイムだ、カイム、カイムでした。はい、続いていきましょう。はい、じゃじゃん。あ、新しいのだ。四つ目とおにぎり侍と満王獅子と六六尾ですね。あ、なんだっけこれ、これボスだ、プニプニのボスだ。この前倒したのに忘れました。とドクロバーと死神よりかな、と幻かな。ちょっとこれ後で調べますですね。続いてどんどんいきます。わかんないのは後で調べます。はい、あー、ブシニャーン、やったー。レジェンド系はこの1枚のバージョンがあるっぽいですね。イケメン系も出たし、シュラクマも出たし、ブシニャン、そしてこの前は山吹雄にも出ましたね。はい、あ、こっち死神緑かも。さっきの違いますね。トホホギスか。これは普通のトホホギスか。そして、グレルリンと、これ、コメジーの方かな？と、ウ
豚うなぎかなですね。はい、いきます。続いてはじゃん、お、これこの前もゲットしましたね。白とモレゾウと横取りとユウくん、そしてオロチとキュービのコンビです。はい、続いては何かな、じゃん、お、ジバニャン、ジバニャンです。そしてこれさっきも出たあのクシャムシャとナムハゲ、おこむしゃな気がするんだけど違うか、あ違う、おこむしゃは違う、ナムハゲでいい。はい、続いていきます。はい、おー、これは釣り上げられちゃいますね。釣られたローマルと舞踊神保とスネスネークですね。でもってこっちのさっきのこれは不格好だ、不格好ですよね、不格好ですね。はい、解決。あとわかんないのこれですね、このボスとこれですね。あー、これは大変大変なものを買ってしまったかも。はい、いきます。ちょっとスムーズに進まなくてすいません。はい、続いて出てくるのは何かな、じゃん、はい、当たりのカードと一緒に、これは破れかぶれ委員長ですね、と無理壁と長花と雲外鏡、そして闇鏡、ゴリダルマ、違う、ゴリマッチョとジミーとドガッパ。はい、続いては誰でしょうか、いきます。じゃじゃん、あ、白駒と武士にゃん、これいいね、これすごいかっこいいです。と、あ、これ何、キライヨとキズナメコとガラーキンボウとアセッカキとキライヨかな。もうこれも確かなんか色違いみたいなのでなんかいろいろあったはず。続いては、はいはい、フーミンとおねむのせいかなと雪女、百鬼姫、吹雪姫。はい、じゃじゃん、はい、イケメン犬とマムシ行事と魔天使、うらやめし、キズナース。はい、続きましては、じゃん、お、オロチ、あ、なんと表紙にもあったのに同じオロチが入ってた。これはちょっと残念。と、あ、ほら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 、出てきた出てきた。どっちがどっちかわかんない。これ後で調べます。ね、どっちがどっちかわかんないですよね。そしてこっちがワカメさんで、あ、ワカメくんで、こっちが昆布さんかな。こっち昆布さん。こっちワカメくん。はい。そして、これが、ひきこもりで、おつぼね様と、天の尺ですね。天の尺。もう、いっぱいキャラクター、本当にいっぱいキャラクター出てるんですね。そんなこんなで残り3つ。はい。残り3パックなんでしょうか。はい。これは、コマさん、コマジロー。そして、モテヌスと、グラグライオンと、無駄遣いと、これは、ワカメくん、メカブちゃん、コンブさん。メカブちゃんだ。メカブちゃんですね。もう、わけわかんないです。面白いけど。はい。こちらは、じゃじゃん。バカズキンと、これ読み天狗でしたね。と、ドンヨリーヌと、トドロキジシです。ウサピョンでーす。安定。はい。最後の一個、なんでしょうか。はい。こちらは、おー、おぼろ乳道と、ヘコキジンと、ガキと、口だけ女と、こっちは、晴れ男、カゲロウ、ダルダルマ、長バナナかな？
これ、かげろうじゃないか。ジミーの方かな。いや、これはかげろうですね。頭に鉢ついてるので、かげろうの方だと思います。はい、ということで、こちら、わかんないのを調べちゃいましょう。はい。こちら、亡霊武者でしたね。亡霊武者です。そして、こちらが、逆上魚、逆上魚です。そして、これが象魚でしたね。象魚。そして、これ、払わせるでした。払わせる。ね、もう、わけわかんなくなってきましたが、こんな感じで、また、調べつつ、どんどん開封していきたいと思います。はい、ということで、今回は、妖怪ウォッチプニプニのシールコレクション、こちらを一冊開封してみました。次回、最後になります。こちらのシールコレクション、妖怪ウォッチプニプニのシールコレクション3冊目、こちらを開封していきたいと思います。まだまだもしかしたら出てきてないシールもたくさんあるかもしれないので、楽しんで開けていこうと思います。では、次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。